吉松東道託席、京都市中京区吉松東道安永2年9月25日は、秋国山口町出身の官報医員で、古法派を代表する医であり、日本近代医学中高の祖である。名はためのり、通称は修介。はじめ、東安と甲子、後東堂。召喚論を重視するが、その中の音名語行説さえも、後世の残留とみなし、関連論として廃した。 30歳の頃、万病は唯一毒、集約は皆毒物なり、毒を似て、毒を、公務、毒さって体よなりと、万病一毒説を唱え、すべての病気が一つの毒に由来するとし、当時の医学界を驚愕させた。この毒を制するため、強い作用を持つ瞬剤を用いる、攻撃的な治療を行った。 後の後秀でや藤川祐はこの考え方を近代的で西洋医学に通じるものと高く評価した。著書には当時のベストセラーとなった類似型、薬印、薬談などがあり、東道門人録によると門帝も546名を数え、後世の漢方医学に与えた影響は絶大である。ほとんどの著作を東道全集や 義し東道大前州に見ることができる。息子の義し何害も官報医として著名で花岡、青州は弟子。大正4年、正五位を追贈された。田尻左辺、増位所見伝蔵法番上特使増位年表 P37。ありがとうございます。